フェアルールがファーストフルアルバム独り言を10月16日水曜日に発売することを発表。そしてその中から新曲君にさよならを言わないを8月2日のワンマン会場にて初披露。24時に配信リリースを開始し、ミュージックビデオを公開する。ファーストフルアルバム独り言は全12曲入りのアンフェアルールにとって初のフルアルバム。収録曲には2023年7月配信リリースの IF の12月に配信リリース司会場限定版 CD 二人でいても一人にも収録された悲しくないよ、2024年4月に配信リリースした嘘、そして今夜配信となる新曲君にさよならを言わないの4曲に加えて、新たなサウンドプロダクションやアプローチに挑戦したバラエティ豊かな新曲群が収録される。アルバムに先駆けて配信となる君にさよならを言わないは、彼女たちの強みであるギターロックサウンドでありながら、まくし立てるような楽曲の熱量とバンドの勢いを印象付けつつ、サウンド面、アレンジ面でもパワーアップした、今後の期待感を煽っていくにふさわしいロックナンバー。山本玉和が紡ぐ実体験から生まれた生々しい歌詞と相まってより深く鮮明に聴く人の心に届く作品に仕上がっている。また渡辺達也が監督を務めるミュージックビデオも配信に合わせて公開となる。君にさよならを言わない山本玉はコメント、私のことを一番大切にしてくれてた優しい人のわがままを引き出せなかった私の後悔の歌です。皆さんなりの解釈で私の歌を自分だけの歌にしてくれたら嬉しいです。渡辺達也監督コメント、思い出をくれた人が思い出に変わった時の一部を映像にしたいと思いました。わがままは言える時に言った方が良い、楽曲からそんなメッセージを受け取り作った作品です。また10月25日金曜日からは全国ツアーも開催。10月25日金曜日の神奈川 FAD 横浜を皮切りに、12月21日土曜日の岡山クレイジーモンマセカンドルームまで全国15カ所を回るツアーとなり、最終公演の地元岡山クレイジーモンマセカンドルームはワンマン、その他の公演は対バンでの開催をとなる。こちらのチケット先行受付はオフィシャル一次先行の受付がスタートした。開催中のアンフェアルールワンマンライブ志望は8月10日土曜日の東京新宿アクブホール公演を残すのみとなっており、終演後には東京公演のセットリストが聴けるプレイリストも公開される。リリース情報配信シングル君にさよならを言わない2024年8月3日土曜日リリース。 HTTPS アンフェルルール LMK2 キメンラオノラオイワナインフェアルール君にさよならを言わないミュージックビデオ https://youtu.b/vxih3fgf7jw8 月2日24時公開リリース。情報ファーストフルアルバム独り言2024年10月16日水曜日発売価格2750円税込み携帯通常版品番ビル -659051 独り言に君にさよならを言わない3思い出になっても4曖昧も悲しくないよ6消しゴム7新宿歌舞伎町8このままでいいのさ9 IF10 嘘11クローン12内緒予約 URL https://www.jvcmusic.co.jp/-linkall/vicl-65905.html ライブイベント情報アンフェアルール独
独り言リリースツアー10月25日金曜日、神奈川 FAD 横浜タイバニアリオープン18時30分、スタート19時と合わせ、FAD 横浜04566338420月27日、日曜日静岡岩田 FM ステージ、タイバニアリオープン17時30分、スタート18時と合わせ、岩田 FM ステージ、053874008210月31日、木曜日兵庫太陽と、トラタイバニアリオープン18時30分、スタート19時と合わせ、太陽と、トラ、078231554011月1日、金曜日京都ミューズタイバニアリオープン18時30分、スタート19時と合わせ、京都ミューズ、0752230389 11月8日、金曜日広島オールマイティタイバニアリオープン18時30分、スタート19時と合わせ、オールマイグシー、0825428877 11月10日、日曜日高松サウンドスペースライジン、タイバニアリオープン17時30分、スタート18時と合わせ、サウンドスペースライジン、0878513058 11月14日、木曜日福岡オプスタイバニアリオープン18時30分、スタート19時と合わせ、オプス0927119930 11月15日、金曜日鹿児島 SR ホールタイバニアリオープン18時30分、スタート19時と合わせ、SR ホール0992270337 11月22日、金曜日愛知ラジアンホールタイバニアリオープン18時30分、スタート19時と合わせ、ラジアンホール0522535936 11月27日、水曜日東京クラブフェーズタイバニアリオープン18時30分、スタート19時と合わせ、クラブフェーズ0359112777 12月7日、土曜日大阪ライブハウスアニマタイバニアリオープン17時30分、スタート18時と合わせ、ライブハウスアニマ0647088603 12月12日、木曜日新潟クラブリバースとタイバニアリオープン18時30分、スタート19時と合わせ、クラブリバースと0252500430 12月13日、金曜日、金沢バンバンブ4タイバニアリオープン18時30分、スタート19時と合わせ、バンバンブ40762237565 12月18日、水曜日仙台中野タイバニアリオープン18時30分、スタート19時と合わせ、中野0222625424 12月21日、土曜日岡山クレイジーモンマセカンドルーム、ワンマンオープン17時30分、スタート18時と合わせ、岡山クレイジーモンマセカンドルーム、0862259014チケット詳細オフィシャル1時先行8月2日金曜日21時8月12日月祝23時59分前売り3000円、当日3500円、申し込み URL https://eplus.jp/unfairule/live-event-情報アンフェアルールワンマンライブ死後8月2日金曜日岡山クレイジーモンマセカンドルームオープン18時30分スタート19、8月10日土曜日新宿アクブホールオープン17時30分スタート18時チケット前売り3000円チケット URL https://eplus.jp/unfairule/プレオーダー受付期間2024年5月1日水曜日21時2024年5月9日木曜日23時59分